おはようございます。速稼塾の久保でございます。さあ消費税が 10% になってしばらく経ちますけども、国内の景気は冷え冷えの冷えまくりですよね。そこに来てこの新型のねコロナウイルス、いわゆる武漢熱が日本にやってきました。なんとですね、中国で流行った武漢熱、あっという間ですよ。1ヶ月前に私放送を始めたんですけども、この武漢熱についてもうね、毎日連日のように日に3回4回と厚生労働省の方から報告があるぐらいの大事件ですよ。でこの武漢熱によって私たちの国の景気はさらにさらに冷え込むわけですよね。ここで私たちが考えなければならないのが、まあ2つ、この2つの最悪についてですね。消費税が 10% になってしまった、そして武漢熱を防げなかった、この責任は誰にあるのか。やっぱりね、政治にあると思うんですよ。そして政治は誰が作り出してるのかってことになりますけども、これはね、選挙が作り出してるんですよね。で私がね、こういう風なね、政治の話とか N 国党とか令和新選組を擁護するっていうかね、持ち上げる応援するような話をすると、ちょっと待って、政治の話はいいですから稼ぐ話をしてくださいっていう風なね、コメントもいただくんですけども、まあ理論その通りなんですけども、なんでね、消費税が上がったのか、なんで新型コロナウイルスがこれだけ日本に流行ってしまったのか、これは先ほど言いましたよね、政治の決断、政治のせいっていうところが大きいんですよ。そして政治を作り出してるのは選挙なんですよ。で選挙に一生懸命行く人、政治に関心がある人がこういうふうにしてしまうんですよね。逆に言うと政治に関心のない方とか政治の話を聞きたくないよって方が、こういう現状を作り出してるってこともあるんですよ。ですから私たちは有権者としてですね、まだ選挙 50% の人が行ってないんですよ。で 50% の人がこうしたいっていうふうな同じ方向を向けば、そっちの方向にいとも簡単に傾くってことなんですよね。で今回もですね、自民党安倍総理がいろいろとね、4つの罪状で有罪になる可能性があるんですよ。これ皆さんわかります？一国の総理大臣がですね、逮捕されるかされないか、政治資金規正法とかね、その他4つの罪状で挙げられるかどうかっていうところなんですよ。今ひどいですよね。安倍総理がむちゃくちゃやって私たちの生活を盗んでいる、私たちの人生を盗んでいると言ってもいいんじゃないかなと思います。さあ桜を見る会に続く最近のね予算委員会では、もうついにですね、言い逃れができないような文書を辻元議員が出してきて安倍総理に追及しました。で安倍総理はですね、その確認をするからということで昨日時間を取ってですね、で回答しました。驚いたことにですね、文書で突きつけられた証拠に対して安倍事務所に確認を取ったところ、こんなことを言ってましたっていうふうに、まるで他人事のように答えてるんですよ。この事務所が言ってましたってことにはすごくからくりが2つあってですね、1つはですね、口頭だったんで言い間違いをしてきたっていう言い逃れが1つできるんですよ。もう1つはですね、事務所がそう言ったんで秘書の責任ですっていうこともできるんですよ。どこまでもね、安倍総理汚い、どこまでも逃げることができるんですよ。これをね、もう本当にね、野党をはじめね、もうこれ自民党内でも、もう安倍総理いい加減にかっこ悪いことしてくださいよって人も出るわけですよ。で、ついに昨日ね、ANA クラウンホテルが出るかもしれないんですけどね。安倍総理が予算委員会で言ったこと、あれはですね、ANA の公式アナウンスと違う点がありますと。うん。ついにですね、ホテルニューオータニはもう安倍派なんですけども、ANA クラウンホテルは企業としてのプライドをね、守り抜いて、嘘の答弁をやらないでくださいってことを言い出すんではないかなというふうに私今日考えてるんですよ。そしてこれから言うことは、以前からもちょっと話していたことなんですけども、私ね、N 国党か、令和新選組か、どちらかでね、何か活動ができないかなと思って、まあ、去年なんですけども、令和新選組の方は、資金提供をね、結構してたんですけども、で、N 国党の方は YouTube での応援をしていました。まあ、今でもね、ちょっと迷ってるんですけども、まあ、私のところに、公認で出てくれっていう話は来ないでしょうけども、時間的にも資金的にも、立候補はできるなと思うんですよ、今私。まあ、立候補するとしたら、N 国党か、令和新選組なんですけども、やっぱりね、消費税をなくしていった方がいいかなと。まあ、NHK をぶっ壊すのもね、すごく魅力的なんですけどもね、二つが手を組んでくれたら私はもうとてもやりやすいんですけどね。皆さんどうお感じになるでしょうか。皆さんの好きな政党はどちらでしょうか。まあ、最近はね、こういう政治の話もちょっとしていかないといけないかなと思います。まあ、なんせね、政治が経済を決めて、経済が事業を決めて、事業はですね、ビジネスを決めてますからね。まあ、こういうふうな政治が変わらないと私たちはどんだけね、いわゆる小銭を稼いでも、全く生活は楽にならないんですよ。根本を揺さぶっていかないといけないかなということでございます。これを一つの例で言うと、津波に背を向けて雨漏りを修理している状態と言いますね。私たちは津波に対して何を備えるべきかってことが求められているんではないかなと思います。本日は以上です。